内藤証券投資調査部の高橋です。7110マーケットトゥデイをお送りいたします。まず最初に本日お伝えすることですけれども、相場概況と日経平均株価の位置、2番目に 18.3期19の、途中経過ですけれども、決算の状況を伝えたいと思います。で最後に、8914のエリアリンク、こちらの銘柄紹介をいたします。まず本日の日経平均株価ですけれども、2055円となりました。為替の方が、こちら円安の方に動いたといったこともありまして、朝方から、100円高ぐらい、この2050円ぐらいです、55円ぐらいですね、この辺りに、上がりました。その後ほぼ動きがないという状況で、1日を終えております。でこちら後で喋りますので覚えておいていただきたいのが、トピックスなんですけれども、非常に強い状況続いておりますけれども、PR こちら 15.8 倍、この辺りにまで来ておるといったところです。次に規模別を見たいと思います。日経平均は 0.5% の上昇でした。一方こちら2部指数ですね、こちら 1.5 と強くなっております。マザーズの方は、軟調な状況が続いております。次に業種別です。建設繊維輸送、こういったところが強くなっておりました。特に建設なんですけれども、大手のゼネコンなどが、数十年ぶりに新高値をつける、最高値ですかね、つけるというふうな状況となっております。一方、下落ですけれども、海運、ゴム、水産、こういったところとなっております。次に日経平均株価の位置を見たいと思います。こちら、点線なんですけれども PR の14倍と16倍、こちら、茶色の線がありますけど、こちらトピックスの線となっております。この青い線、こちら日経の225ですけれども、ほぼ横ばいが続いております。一方、トピックスなんですけれども、緩やかではありますが、上昇基調となっております。EPS は決算が始まりまして、1400円台回復しましたが、金曜日時点では1398円、 PR の方は 14.3 倍というふうになっております。でこちら新興市場ですね、こちらも見たいと思います。7月の頭からマザーズの方が崩れまして、こちら25日の平均線を下回っております。こちらジャスダックの方も、やや下向きの下限というふうになっております。でこちら、そのマザーズなどが、下落基調になってからといった、約1ヶ月間の規模別ですね、こちらを見たいと思います。日経平均が 0.2、トピックスが 1.7 です。でマザーズがマイナス 6.1 となっております。これに対しまして、先ほども強かったですけれども、2部指数ですね、こちらの方が一番強いというふうになっておりまして、いわゆる大型株でもないこの中小型、特に決算が好調といったところで、従来割安に放置されていた銘柄、そういったものが買われるといった感じで、日経平均こちらの方をトピックスを支えておるといった状況が見て取れます。それでは、日経平均の乖離率見たいと思います。非常に狭いレンジになってきておりまして、さらにマイナスの方ですね、マイナスの方にやや寄ってきております。さらにこちら、マイナス 1% も切りまして 0.何% ぐらい、本当にこの非常に、レンジの狭い、こういった状況となっております。こちら為替です。為替は、変わらずユーロ高、ユーロが強い状況となっております。一方、ドル円ですけれども、やや、円高の方向に進んでおります。こちら、海外投資家です。先週ですけれども、1283億円、こちら売り越しとなっております。信用総価評価、こちらの方も 7.9 といったところで、直近を見てみますと、ややマイナス幅が広がっております。こちら騰落レシオですね、こちらはあまり変わりません。105といったところがになっております。ボラティリティインデックス、こちらもあまり変わらずに、日経平均 13、 S&P のところは12、やや S&P 上がってきておりますけれども、非常に狭い、落ち着いた状況となっております。でこちら、先週も紹介しましたけれども、日経平均と日経平均ボラティリティインデックスを並べてみました。アベノミクスが始まったところを起点としましてやっております。こちら、ボラティリティインデックス今12ですとか、非常に低くなっております。この低くなったところ、これ前を見ていただきますと、やはり低くなったところでボラが上がります。その時に日経平均が下がるといったところになっております。この傾向がありますので、今現在輸送用機器などややその大型のところですね、戻ってきておりますけれども、二部指数が相場を支えておるといったところから、一度こちら調整をするといったところも考えた方がいいのかもしれません。
それでは 18.3 期1期、決算の途中経過、先週の8月4日までですね、こちらを紹介したいと思います。今現在東証一部で対象銘柄、1299社あります。進捗の方は 63% となっております。で、営業利益なんですけれども、9.7% プラス 9.7% 営業増益と、非常にこちら堅調かと思います。で、こちら当期純利益大きく上回っておりますけれども、こちらは鉄鋼ですとか海運、こちらの黒字転換、こちらの影響となっております。ただしなんですけれども、コンセンサスに対しましては、売上利益とも、減収減益といったところとなっております。それではこちら、次のページで紹介しますのが、1級の決算ですね。通常会社計画というのは1級ではなかなか、数値の方を変えてきません。それにもかかわらず、情報修正をした銘柄、こちらの方を出してみました。で、こちら表の方なんですけれども、1週間リターン、こちらの方が高い順に並べてあります。ほぼほぼこういう、いわゆる、オールド系の企業といいますのは、少なくとも、上期ですね、そのあたりから、決算、いわゆる通期の計画というのを、変えることが多いんですが、こちら、全て1級で変えております。しかも修正率といいますのは、こちら修正、新規の予想ですね、それはこの従来予想をしております。2桁ですね、 16% とか 19%、 商船三井では倍増しております。このように修正の幅が大きい、コンセンサスも大きいといった銘柄というのは、パフォーマンスが1週間リターン、1ヶ月リターン、ともに非常に高くなっております。やはりこのように高くなった銘柄といいますのは、今後調整が考えられます。ですので、こちら、下の方にあります、例えばこの三井電機ですとかブラザー、こういったところあまり大きく上がってない、次のページ行きまして、こちら、あまり上がってないところですね、こういったところの銘柄というのは、今後上方修正してますし、今期、業績が良いという銘柄で注目されると思いますので、見ておきたい銘柄かと思います。それでは、次に、銘柄紹介をしたいと思います。本日は8914のエリアリンクとなります。このエリアリンク紹介する、一番のポイントなんですけれども、土地付きストレージ、こちら海外では一般的になっております。この土地付きストレージといったもので、18.12期、来期になりますけれども、業績が急拡大する可能性があります。どのような会社かといいますと、トランクルームでハローキティのマークをつけております。このトランクルーム市場、ストレージといいますけれども、約 15% を占めるトップ企業となっております。売上構成比の 95% こちらストレージとなっておりまして、セグメントの方は不動産運用サービスです。先ほど海外では土地付きのストレージ、これが一般的というふうに言いましたけれども、全米3位クラスの企業と物件を委託することで協力関係を築いております。で、この先行事例といったものを日本の需要に合わせて改良しております。で、今現在は注力している分野、こちらは何度も言っております、この土地付きストレージの開発、もう一つは他社物件の募集、こういったものを代行する受託です。この受託をすることによりまして、シェア今 15% ですけれども、50% を目指すといったところです。一つだけこの会社、今懸念材料といいますか、総室数は増えておるんですけれども、稼働の方が若干、低下しております。それでは、上期ですね、終わった期、こちらの方は営業利益は 4% 営業増益でした。で、こちらトランクルームというのはストックビジネスでもありますので、業績の達成確度は今期は高そうです。で、こちら何度も言っております、注目点ですけれども、来期の見通し、こちら土地付きストレージファンド、リート化、こちらを行います。実際こちらファンドですとかリート化しなくても販売できるというふうな強い状況にあるようですけれども、いわゆる負債を増やさないといったこともありまして、こちらを取ります。で、約20棟こちらが販売計画、されております。既存の事業と合わせまして、約10億円程度こちら営業増益になる見通しとなります。そうしますと営業利益としましては、40% 程度、増益になる可能性がありまして、今現在会社計画の EPS が115円程度ですので、160円ぐらいですね、そのぐらいまで成長する可能性があります。もう一度株価見たいと思います。やや横ばい圏で来ておりますけれども、来期ですね、この会社はもう下向きになっておりますので、業績の伸長角度が高いといったところで、注目しておきたい企業だと思っております。
以上、7110マーケットトゥデイをお送りいたしました。